ちょっと見てください、この今日の車を紹介するのになんかいいの来てるね超高級品がこのために、はい、車買えないんでちょっと頑張ってブラバスのちょっと回し物みたいになってますけどね。これめっちゃ高いんですよ、はい、いやなんか噂では、はい、ちょっと吹き出しちゃうぐらい高いんですけど、そうす、ね、車買えないんで、うん、せめてちょっとこっちは何千円じゃないっていう、何千円じゃない、ね、トレーナー、はい、頑張ってこれ買いました、ね、ちょっとこれ着て今回ご紹介したいと思います、まあ、はい、いろんなリスク背負いながらね、そうです、はい、身を削って頑張ってますってことで、頑張ってます、はい、ボンドチャンネルよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮よりカスタマイズした車両をご紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンド大宮店長富山さんです。富山です、よろしくお願いします。で今回ご紹介する車がこちら、ブラバスのワイドスター、こちらをご紹介します。待ちに待ったってやつですね。かかりましたねこれ。かかりました、本当にだいぶお待たせしちゃったんですけどね。長いこと入庫した車がついに完成したということで、はいはい、かなり手数の方もやってあるみたいなんで、そうですね、順番にご紹介させていただきたいと思います、はいはい、どっから触れましょうか。そうですね、もう全部なんですけどね、もう見た通り、まあ、前回りから行くと、まあ、まあワイドスターなんでバンパー、ボディキット、まあ、あとはまあグリル、まあ、ちょっとカラーリングが、カラーリングがいきましょうか。そうですねカラーリングがまた今回すごいことになってますけれども、そうですね、まさかのマットカラー、マットカラー、まあ、純正じゃないんですけど、純正のパールホワイトを、ステルスでフルラッピングしたっていう、まあ、傷も防止しつつ、そうですね、艶を飛び石とかなくして、はい、マットカラーにしてるってことですね。だいぶもう印象変えようっていう感じで、はい、もうフルステルスラッピングっていう感じですね。でこのバンパーなんかもじゃあ同じ色で塗って、その上にプロテクションを貼ってるという、そういうことです、はい、で当然貼ってるとこ貼ってないとこでこうツヤありなしが出ちゃうんで、はい、もう全部貼ってるわけですね。もう全部貼っちゃいました。もうこういうライトの内側とかこのグリルの隙間とか、はいはいはい、このダクトのこの内側まで全部、そうですね、はい、この施工の、まあ、外注さんですけどだいぶ苦しんでくれたと思います。もう外観全部貼ってると、全てがワンオフ作業だったっていう。やっぱりこうできた車ずっと綺麗に乗るにはプロテクション貼ってた方が、そうですね、飛び石なんかも防げますし、もちろんそのリセールも含めて、そうですよね、うん、乗り続けることを考えてもやっぱ綺麗に保持できる、でそしてこうリセール次の人にも印象がいいっていう感じだと思います。あとメンテナンスなんかも結構楽なんですよね。楽ですね。そのフィルム自体がその防護性を持ってるんで、あとはまあ対擦り傷性、もちろんあとは飛び石に強いっていう特性を持ってるんで、よりボディをきれいに保護できる、保管できるっていう意味では、まあ、プロテクションフィルムもステルスもどっちも優れたものだと思います。でちょっとした汚れぐらいだったらこう拭き取ることもできるんで、そうですね、そうですね、まあ、非常におすすめな施工でもございます、はい、でこうちょっとこう、まあ、夏なんかは例えばこうもちろんそのフィルムだから傷が入らないってわけじゃないけど、ちょっとその熱を持ったりするとフィルムが柔らかくなって傷がまた見えなくなったりとかっていう特性もあるんで、まあ、長く乗ることを考えたらもう絶対にやってくださいっていう感じです、まあ、そんなのが今回全面に施工されてると、はい、で続いて外装のそのカスタムの部分というと、はい、もう上からいきましょうか、そうですね、グリル、まあ、グリルちょっとこう、まあ、リングを黒にしてまあ、フィンを白にしてっていう、ちょっとまあ変わった塗り分け、ここはあえて白にしないんですね、うん、じゃあそうですね、これはなんかよりこの B が引き立つかなっていう感じですね。でこのパナメリカーナのこの縦のフィンは白で、はい、これすごい絶妙な塗り分けっすね、はい、そうですね、これマスキングめちゃめちゃ大変なパターンっすね。大変だったんじゃないかな。ですよね。これちょっとまあ自分の経験に基づいて言っても相当大変だったんじゃないですか。ですよね。この内側だって別の黒になってるわけですもんね。そうですね。でこのオーナメントのところはしっかりブラバスになってて、はい、ここもイルミネーション、ね、スモール連動で光るブラバスのロゴにもなってると。はい、そして両サイドこのライトなんですけれども、これ実はまあワイドスターワイドスターなんて言ってますけど、ここだけトップカーですね。ロシアのチューナー、トップカーのトップカーのヘッドライトカバー、そしてボンネット、あ、ボンネットもトップカー、はい、これちょっとブラバスとまた違った雰囲気もありつつなんですけど、ちょっとこう目つきが違う感じなんでちょっと鋭くなってますよね。そうですね、これはまたちょっと
一風変わって面白い感じに。確かにここはかなり、はい、そしてちょっとここがエッジが効いたデザインになってる。そうですね。でボンネットに関してはブラバス乗せるタイプですけれども、はい、トップカーは丸々交換タイプ で、はい、でこれがカーボン製なんですよね。そうですですよね、はい、なので全部こうカーボンのフードに交換されてるんで、はい、まあ、軽量化にも、うん、後でちょっと裏側を見るのがちょっと楽しみかなと思いますけ ど、はい、そしてダクトなんかのダクト風のデザインなんですね。そうですね、まあ、実際にこれも全部この中 も全部ちゃんと塗って。なるほど。マットブラックはマットブラックで統一して素地じゃないんです、ね、はい。そしてこの側面にはこれはダクトに、あ、こっちもなってないんですね。なってないです。これもちゃんと塗ってあります。あ、この内側も全部はいフェイズされてると。でここも塗ってんですね。そうです。これ立体感すごいですね。そうですね。やっぱりこうなんとなくこう他の色を使わないというかその別な色を使わないっていうのがちょっとこだわりとしては。なるほど。あ、ここはグロス、ここはマットとか、なるべく、まあ、樹脂の部分が残ってるところもあるけどなるべくペイントでもうちょっとした統一感をどん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 増やしたいっていうそんな思いで。なるほど、うん、グロス、サテン、マットいろいろありますけれども。そうですね、まあ、立体感を出すのにこうあえてそう塗り分けたりもしますけど、はい、今回は統一感を出すために、はい、サテンと素地と。そうですね、ボディカラーと、はい、非常にシンプルにまとめてある、はい、そしてこのレンズ類なんかはやっぱりこのボディカラーの印象もあるんですかね。全部クリアというか。そうですね、あえて黒とかにしないで、まあ、あえて、まあ、真っ黒にせずともっていう。なんで今回あのメッキパーツもブラックアウトはしてません。なるほど、はい、あえてしてないっていう。そうですね。でバンパーの方はこれワイドスターなんでこのド迫力のバンパーが。そうですね、相変わらずの幅すごいですよね、はい、幅すごいね。もうなんかフェンダーとつながっちゃってるんで一体感感じられますけど、うんうん、もうノーマルとこう並ぶとすごいですもんね。あとはまあよくこのブラバス結構塗り分けるんだけど。ああなるほど、この部分ですよね。そうす、まあ、あそこのルーフのトップライトなんかもカーボンなんだけどもうあえてもう全部同色で。なるほど、ちょっと多分引くとより統一感が、うんうんうん、上別の色にしたりとかここ別の色にしたりしないんでかなり統一感が出る、うん、まあ、確かにここカーボン結構多いですよね。あとシルバーだったりそう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 多いんですけど今回はあえて真っ白白に。そうですね。でこの辺も全部マットになってるんで、はい、なおかつ統一感があると。でしっかりロゴなんかも入ってて、はい、で横に回っていきましょうか。そうですね、前はこんなもんかな。で横当然このワイドスターの、はい、オーバーフェンダーついてますんで、はい、まあ、ド迫力のフェンダーと。でここもあえて同色に塗ってるんですか。全部同色です。なるほど。ここも結構塗り分けたりとかって多いですけど。そうですね、あえてのもうフル同色って感じです。またそうやっていろいろこう何ですかアレンジできるのがいいところですよね。そうですね、なんかこのグロスじゃなくてステルス貼ったことによって全部同色だけどなんかこのペーッとしてないっていうか。確かに艶がない感じだけど結構意外と立体感がちゃんと残って。でこれはまあミラーもそう、実はアウターハンドルも全部同色に塗ってステルスが巻いてあるんですけど意外とこうちゃんと見えるっていうか。確かに要所要所に実はシルバーが入ってて、なんならこのモールももともとちょっと新しいですね。なんかG63 は黒のサイドモールが入ってるんですけどあえて そのシルバーモールを交換するっていう。これ純正で、これ純正でシルバーがあります。550とかはもともとシルバーで来るんだと思うんですけど。じゃあ550用にあえて交換して。そうです。でブラバスもこうシルバーの設定がありますんであえてここにシルバーでアクセントを入れてる感じなんですね。そうですね。なるほど。そして先ほどちょっと触れましたけれどもこのミラーのベースだったりもしっかり全部ペイントされて、はい、まあ、高級感と一体感がアップしてください。そうですね。ゲレンデやっぱりこう素地のパーツ多いんで、うんうん、そこ塗る塗らない、うんうん、残す残さないで印象は結構だいぶ変わると思います。でこう立体感を残すためも多分あると思うんですけどここはあえて残す。そうですね、輪郭はやっぱり残ってる方が形がしっかり見えるのかなと思いますね。確かにね、このモールも効いてますよね。だからこの黒のモールも、うんうん、
そしてこのドアのアウターハンドルなんかも同色で塗って、そうです、高級感が、これ塗ると結構横から見た時の印象変わってきますよね。そうですね、ちょっと個人的にもアウターハンドルは同色が好きっていうところあります。だからあの S とか C とかも上が半分メッキになってるやつはブラックアウトしてもそこだけ同色にさせてもらったりとかすることも結構多いですね。そして、まあ、ちょっと通り過ぎちゃいましたけどコイルはブラバス、はい、モノブロック Y 23インチ、はい、まあ、定番といえばまあ定番ですけど、まあ、やっぱ安定してかっこいいですね。間違いないですよね。間違いない、うん、そしてブレーキなんかもしっかり、はいはい、一応このちょっとこのエンブレムのレッドとちょっと、まあ、これサブコンもやってあるんでエンジンカバーもそうですけど、まあ、なるべく揃えたレッド、あ、これ色替えもしてあるんですか。色替えもしてます。あ、じゃあ63 AMG の赤じゃないんですね。 AMG の赤じゃないんです。ブラバスのこのこ、まあ、ブレーキなんでパッと見て分かんないですけど、あのちょっとブラバスの方がオレンジ気味なのかな。あ、なるほど、うん、この700、はい、馬力表示のこの赤と揃えてあると。そうです、そうです。確かにこの色の差があったりすると、うん、横からこう両方いっぺんに見たときにちょっとトーンの違いを違和感感じちゃいますね。でその辺を、まあ、ブラバスロゴに変えつつ色も変えてある。はい。そしてワイドスターに合わせてスペーサーも入ってますんで、ちゃんと入ってます。まあ、手面もつらつら、はい、いや素晴らしいですね。でタブドホイールなんで、まあ、このサイズなんて、まあお世辞にも軽いとは言えないですけど、まあ、23インチにしてはだいぶ軽いですね。まあ23インチにしては軽いっていう、はい、まあ、性能も申し分ない感じで。そうですね、はい、そして先ほどちょっと触れましたけど700のエンブレムっていうことは、はい、700馬力になってるわけですね。そういうことです。純正が500後半ぐらいでしたっけ。そうですね、うん、もう感覚がバグってるんで、はい、どれがどれっていう感じになっちゃうけど、はい、みんな700馬力とか800馬力になっちゃうんで、うん、バグってますけど、サブコンがついて今回700馬力になってる。そうですね、これなんかもう出足がすごいスムーズな感じがします。こうグーッてこうスタートに踏み込んだ時にこうブーッと踏ん詰まらない、スムーズにこうスーッと出るような、なんかそんな感覚しましたけどね。なるほど、うん、まあ、純正で63でちょっと物足りないっていう方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、うんうん、やっぱりこうモアパワーと、はい、そうですね、求める方には、まあ、ブラバスで700馬力、800馬力のメニューありますけど、うん、800馬力だとどうしてもタービン外して本国に送ってっていう、まあ、もちろん、まあ、作業リスクももちろんそうですし、あとはまあディーラーさんの入庫とか、まあ、保証だとかいろんなこと考えると、まあ、比較的、まあ、700の方がまあ楽かなっていう、まあ、簡単とは言わないですけどね、まあ、まあ、サブコンだけなんで、はい、まあ、元に戻したりなんかもできるという、はいはい、そんなのがしっかりついてる。そうですね。そしてサイドステップ、はい、ちょっと引いて全体的に見ていただけると分かると思うんですけれども、今回はラッピング等せず、そうですね、メッキのまんま、はい、はい、しっかりなんかこの照らされた時いい感じになりそうな、いやこれ夜でもしっかりインパクトが出るんで、もうマフラーもピカピカですし、まあ、この辺とも合ってますよね。だからそうですね、レンズ類こう黒くしたりとかもうめちゃくちゃあるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、そんなのもついてる。そしてマフラー、高級品がついてございます、はい、マフラーも当然ブラバスの、当然です。これいいのは E マークがついてるんで、うん、まあ、車検時、そうですね、そのまま通せるっていうのはめちゃくちゃメリットありますよね。で結構今マフラーの基準が複雑になっちゃって難しくなってますけど、車外マフラーに関してはその E マークって言って、まあヨーロッパの基準適合してますよのマークが音量とは全然関係なく、ないとダメなんですね。ダメです。いくら静かでもその純正マークか E マークか、あとは国内基準の JQR がないと車検が NG なんですけど、まあブラバスの場合きちんとしたチューナーものなんで、まあ車検に必要な E マークがついてると、はい、現場にもとてもありがたいし、そうですね、はい、そんなマフラーがこれ結構するんですよね。結構します100万円ぐらい、はい、まあ、高級品がついてます、はい、ちょっと音も後で聞いてみたいと思います。そうですね、はい、そして、はい、あとトップライト、はい、かな、このカーボンをあえて同色で塗ったトップライトですね。贅沢ですね。
贅沢ですね。でも車のキャラクター的にもうこれカーボン残すっていう選択肢はないですもんね、まあまあまあ、うん、確かに、まあ、しっかりそんなのもついてる、その全体この仕上がりなんで、まあ、これ本当に同色で良かったなと思います。まあ、見た目もかっこいいですし、やっぱりそのライトを結構チューナーものって追加されるじゃないですか、うん、でヨーロッパって日本のその高速道路と違って、まあ、全部が全部こう街灯ついてるわけじゃないし、うんうんうん、まあ、その走行に関してそうです、ね、まあ、明るく照らして、はい、まあ、安全性を高めるっていう意味で結構チューナーもので後付けのライトなんか多いんですよね。そうですね、まあ、そんなのが今回ついてるんです。東北行くときとかそうですね、まあ、中央道とか小田原厚木の一部、はい、まあ、いろんなところで役に立つと思います。はい、車自体はローダウンもしてあって、そうですね、ちょっと引きで撮ってもらえれば分かりますけど IID のローダウンスプリングしっかり入れさせてもらってます。まあ、全体的にちょっとスタイリッシュな、そうですね、はい、でまあ、足回りもっと言えば、まあ、せっかくの23インチの目立つホイールなんでブレーキパッドもテーダストパッドに交換させていただいてます。結構純正ダスト出ますもんね。そうですね、やっぱりこれはホイール入れた側としても、まあ、お客さんとしてもやっぱめちゃくちゃ気になるところなんで、まあ、テーダストパッドは、まあ、ちょっとそう純正ホイールでもどんな仕様でもおすすめなんで、はい、マストアイテムの一つじゃないでしょうか。まあ、街乗りであれば、うん、まあ、ほぼ問題ないですし、ね、はいはい、綺麗に乗るのはやっぱりかっこいいにもつながりますから。そうですね、そして後ろは結構ガラッと変わってますね。そうですね、まあ、後ろ当然こう、まあ、ワイドスターなんで前と同じ仕様で同色で全部仕上がってますけど、あれっていう、はい、なんか足りないなっていうのが、まあ、実はこうスペアタイヤがもう外されて、実はもうここ綺麗にスムージングされてるっていう、ついてた形跡がないですね。そうですね、いやこれはもう本当ボンドボディ の技術の賜物でもう全くわからないです。これ結構スムージングって口で言うのは簡単なんですけど、実際やるのめちゃめちゃ大変なんですよね。めちゃくちゃしんどいです。もういろんな、もう本当何ヶ月後とかそういうことも考えなきゃいけないし、やっぱり跡が出ちゃうっていうところで、その埋めるものの素材も純正の素材と考えて、まあ、ボンドボディの方でそれも一番いいチョイスで加工してくれたと思います。経年劣化した時にちょうどここにこう楕円のこの取り付けた跡があるんですけど、 それが出てきちゃうんですよね、うん、これまあさらにステルスのこのフィルムも貼ってあるんでより分かりにくいと思います。はい、なんでその辺があえてこれじゃあブラバスのカバーつけないのはちょっとシンプルに仕上げるっていう意味合いもあるんですか。これまあ、この辺はやっぱお客さんのセンスももちろんありまして、スムージングがいいということで、まあ、前の G500 乗ってた時ももう綺麗にスムージングされてて、そうなんですね、やっぱそのこうキャラクターはちょっと継承してこれもスムージングでっていう感じだ。なるほど、はい、結構スペアタイヤつけるつけないは結構こう意見が分かれるところですね。まあそうだね、はい、まあ、今うちもバッジとかも作ってるし、まあ、いろんなこう、まあ、スムージングするバッジつける、まあ、残すっていろんな選択ありますけどね。今回は外して、そうです、よりなんか箱感が強調されますね。そうですね、ゲレンデの、はい、なんか大きさがこう後ろからもうバーンともう後ろつくの嫌だなっていう感じそうですね、あとはこう乗りやすくもなってるんですよね。そうですね、結構バックの際なんかこう、うん、背面タイヤこう計算しないとぶつかっちゃったりもありますけど、結構ゲレンデ背面タイヤ事故割と多いんで、まあ、背面タイヤないんでぶつけようがないっていうところも、あとまあ新人性もすごくいいですし、はい、その辺もアップしてると、はい、そしてエンブレム類はそうですね、まあ、サイドエンブレムもそうですけど、これもただの白じゃなくてちゃんとボディ色を、これは、まあ、ステルス塗るわけにいかないんで貼るわけいかないんで、そういうことなんですね、ボディ色をマットクリアで包んだエンブレムを貼らせてもらってます。じゃあこれはペイントだけですけど質感をかなり似せてるってことですか。そうです、そうです、なるほど、はい、まあ、その辺質感自由自在のボンドボディなんで、なるほど、はい、確かにここだけ艶ありとかだったらおかしいですもんね。そうですね、で当然リアのアウターハンドルも、はい、同色です、ね、しっかり同色になってて、はい、でこのヒンジなんかも大変だったんじゃないかなと思うんですけど、ね、これもしっかり艶消しになってるんですね、はい、すごいっすね、まあ、好きなく施工してあると。そうです、はい、はい、じゃあ続いてエンジンルームを、はい、さっき言ってた
カーボンのボンネットですよっていうのが実は裏側すごいですねこれ。こう外はもう全くカーボンの感じは見えないんだけどちゃんとこのカーボンは残してますよ。これすごいですね。全部なんですね。全部ですね。しかもこの複雑な造形を全部カーボンで作り上げてるんです、ね、はい。なんでこれはもうボンネット開けてびっくりっていう確かに感じです。誰喜ぶんだっていうところもありますけど、はい。でも知らないメカが開けたらひっくり返りますね。そうですね。なんだこれ。でもちょっとディーラーさん行くの怖いですね。でこれトップカードライカーボンなんで、はい、まあ強度があるのは当然なんですけど、はい、ドライも結構そのピンキリじゃないですか。うんうんうん、なんかふにゃふにゃのもあるし、はいはいはい、もう目もそうだし、うん、ただトップカーに関しては今まあちょっとこうパーツいろいろ増えてますけど、最初やっぱりちょっと怖い部分ありましたけど、トップカーしっかりしてます。ですよね。はい、ちゃんと胸を張ってご案内できる商品だと思います。だからもう作りがすごくいい。はい、そしてカーボンフードってやっぱりこのダンパー結構もともと重たいボンネット支えるように強力じゃないですか、うんうん、だからやばやばなドライカーボンだとこう締めるときにしなっちゃったりなんかもするんですけど、うんうん、これ全然負けてないんで見てくださいこれ、うん、普通になんか金属ボンネットと変わらない動きしますよね、うん、これすごいですよね。多分こう中にビルが入って剛性をしっかり作ってるんだと思います。本当に肩持ちのダンパーなんかだとこうグニャってなっちゃったりするじゃないですか、うんうんうんまあ、両方入ってますけど、にしてもこの剛性感、ボンネットがだけしなっちゃってなかなか締まらない、ね、ありますよね。あるある。全然ない、うん、本当になんかこう目がなかったらアルミのボンネットと勘違いするぐらい、そうですね、そのぐらい剛性がある。しっかりこの辺もすごいですねこれ。本当にこの細かいこと言ってちゃんとこのね、これ二分割っていうか2ピースになってるんですね。2ピースなんだけど、はい、このセンターがバッチリ合ってるっていうのと、確かになんていうんだろう、こう気づかないっていうか、確かに2ピースなのみたいな。そうですね、折り目が全部、そうそうそう、こっちもこっちも折り目がこう全部中心に、そうセンターがちゃんとピッとこうまっすぐ、もう大体なんかカーボンパーツっていうと、うん、まずほとんどがウェットだし、うん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 、仮にドライでもこう一方向というか折り目がほとんどですけど、うんちゃんとマンソリーみたいになる。トップカーはなんか意外と芸が細かくて、まあ、ゲレンデちょっとこれにはついてないですけど、こうヘッドライトカバーとかこういうウインカーのやつが全部内向きに作られてるっていう、うん、じゃあかなり品質のいいカーボンパーツを提供してる。ちゃんとこう見えてる人が作ってるんだろうなって気がします。なるほど。カタログとかもすごいんですよね。見たことあります、うん、カタログはないかな。カタログすごいんですよ。なんかもうちょっと後で見せます。なんか声援話みたいなカタログでも本当すごいんですよ。本当に辞書みたいな。でもめちゃめちゃ中身も凝ってて、あこれちょっと製品のその作りの良さにもつながってるよねっていう、そんなカタログなんですよ。そしてやってまいりました、はい、ちょっと遠回りしましたけど、まあ、ブラバス700ちゃんと B マークもあって、サブコンが取り付けされてます。これ純正のカバーをベースにここをペイントしてるんでしょ。そうですそうです。これもな、まあ、ブラバスのレッドで、まあ、ボンドボディで塗装してもらってるんですけど、で、まあ、このエンブレムが同梱されてますんで、2つつけて、まあ、完成っていう感じです。これなんか指示があるんですよね。この色で塗りなさいっていうカラーコードがあって、カラーコードあるんですよ。そう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 、適当な中で塗っちゃいけないんですよ。そうですね、カラーコードがあるんですよねでこれちゃんと700馬力のキットを買わないとこれがついてこない。そうです、ね、まあ、しっかり700馬力されてる、はい、こんなエンジンルームになってます。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、そうですね、これまあちょっと先に撮ってもらったらいいんですけど、パーッとこう、まあ、目に飛び込んでくるこのウィルミスカフ、これもちろん、ゲートまで5箇所全部ついてます。こう光るタイプのブラバスのスカフプレートがしっかりついてる、ね、はい、あとはまあパドル、マットパドル、そう、ね、内装もやってありますね。これ内装も全部やってます。パドルがやってあって、もちろんフロアマットも全部やってあって、あとはアルミのペダルセットもやってあります。なるほど、はい、でも内装も触れるとこ全部触ってる感じですか。もうとりあえずですね、まあ、細かいことでいうとこのドアロックピンとかも
あれ純正どういうのでしたっけ。純正はなんかただのシルバーのグリグリってしてるやつ。ああなるほど、ちょっと味気ないやつがしっかりブラバスの WB 入りのそうですねものになってるとか、はい、そしてこのプロテクションに関してはこれ外側だけなんですね、うん、そうですね、一応まあ保護目的っていうこともあって、まあ、フルダックとか色替えとかそういうわけじゃないんで、そうですね、でボディショックを使ってるんで、まあ、この際まで内角まで外から確認できないところまではちゃんと貼ってあるんで、なるほど、はい、これ ここまで貼ってあるんですね。そうっす。あなるほど、ここで切ってんじゃないんですね、この角で。角じゃないです、ね、ちょっと巻き込んでここまで貼ってある。ゲレンデってこうドアの隙間は割とちょっとこう大きいんで、なるほど、少し角までだと多分ちょっと見えちゃうと思うんだよね、しっかりその辺も、はい、そして何気にこれも変わってるんですよね。そうですね、それワイドスターについてくるのかな、ワイドスター買うとついてくる、このバッチに、本来は AMG なんだけど、まあ、ちゃんとブラバスですよっていう、ちょっと可愛いっすよね、うん、なんかこう意外とドイツ人もこういう楽しみ方するんだっていうちょっと茶目っ気が遊び心を感じます、うんうん、こんな内装になってて、でさらに今回ちょっと見どころとしてすごいのがあるんですよね、はい、そうですね、はい、ちょっとこれ乗らせていただきますけど、これですね、こう見てください、ブラバス、そして300km、これすごいっすね、メーターもしっかりブラバスになってます。これやるのが結構大変なんですよね。そう、もうメーター外して本国に送ります。でちょっと期間がかかって戻ってきて取り付けなんで、まあ、中身を書き換えてもらって、そうですね、これをなかなかこう待ってるのがしんどいっていうか作業的にすごいしんどいことはないんだけど、これを待ってる時間が気が気じゃない。ずっとメーターがない状態ですもんね。そうですね、でこうもうレンズ、このメーターレンズ丸ごと飛ばすんで無事に戻ってくるのかなっていういろんな不安もあるっていう、もう厳重な梱包のもとに、これいいっすね。そうですね、結局外装をどんだけいじっても見えないじゃないですか。ただこれに関しては乗ってる時に必ず視界に入りますし、そう、ね、300キロのメーターでもうブラバスって文字が出て、ね、ブラバスいじったんだよなってやっぱそういう気になるんで、まあ、300キロは出ないですけれども、まあまあ、まあ、最高260キロぐらいですよね。そんなもんかな、まあ、この辺の演出もしっかり、はい、うん、だこの辺いじれるのがなんかこうブラバスの技術力の高さをこう証明してますよ ね、まあ、すね、やっぱりメルセデスと距離が近いですし、うんうん、メルセデスのちょっと特殊な車の製作なんかもやってるぐらいの会社なんで、 そ、ね、うん、まあ、そんなこともできると、まあ信頼できる会社だと思います、まあ、こんなことも今回の車はやってある、うん、そうですね、はい、そしてさらにすごいのがこちらでございます、はい、じゃじゃーん、こっからこうなんですよねこれすごいっすよね、はい、これ通常ここまでなんですよね。だからゲレンデってすごいこう乗りづらいってこう言われるのが、まあ、ブラバスからこのイージーエントリーキット、イージーエントリーキット、これをつけるとこう90度まで開くので、すごく90度じゃないんですよ、89度だ89度、そこも90度でよくない多分構造的に多分限界なんですよ、多分89度ね、はい、89度開いて、ほぼ垂直、すごくこう乗りやすいという、こういうちょっと乗らせてもらっちゃいますけど、ここまでがすごくスムーズに確かに乗り降りができます。ほぼ直角に開くんで、はい、まあ、ここに、はい、足が当たりづらいのもあるし、そうですね、乗り降りもしやすいっていう、うん、もともと子供しか乗れないんじゃないかなくらいのこの開き方でしたけど、それがさらにもう一段階開くんで、まあ、使い勝手なぜこれがもうこれだけ買ってもいいんじゃないかっていう、あ確かにそうなんですよね、もう本当にノーマルでもこれだけつけてもいいぐらい、うん、そのぐらい便利アイテムですよね。あそう、いたします、はい、いやでも実際つけられるんで、うん、本当に全然ブラバスに興味ない方でも、うん、後ろのその利便性向上のためにそう、ね、これだけなんてこともできる、まあ、だゲレンデといえばやっぱりリクライニングキットの問い合わせが多かったりとか、そういうやっぱその不便さを快適にしようっていうなんかこうパーツの問い合わせやっぱ多かったんで、こういうのもすごくこれはこれで
カスタムユーザーじゃなくてその、まあ、足として使う人にもファミリー向けにもすごいおすすめだと思います、まあ、ちょっと値段が決して安くはないですけど、 そうですね、まあ、その分かなり使い勝手が良くなる、うん、はい、マンソリーでもこれあるんですよね。あるんですよ。マンソリーもあるんだっけ。マンソリーでも仙台ゲレンデ用にその90度から仙台のね、はい、あるんです。こんなのがついてると、これいいっすね。これめちゃくちゃいいと思う。やっぱ家族だったら、まあ、もちろん買えないですけど、まあ、僕がゲレンデ乗ったらやっぱ、まあ、これだけでもつけたいですよね、うんうん、本当にこれなんでもステップがほぼ使えないじゃないですか、実質、うん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 、だからしっかりここまで開くとステップ使ってちゃんと乗り降りができる。はい、じゃあマフラーの音もちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。はい、というわけで今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいた G63 ブラバスになってる G700 をご紹介させていただいたんですけども、めちゃめちゃいじりましたね。いやーもうまあ、こんな疲れたとか言っちゃいけないめちゃくちゃ体力は使いました。でも本当に今回、はい、まあ、ご紹介させていただくのもあるんですけれども、うん、いろいろ参考にも多分なるんじゃないかな。そうですね、まあこれはもう全部盛りですけど、もちろん全部盛りがもうおすすめっていうことじゃなくて、まあ、ワイドスターはワイドスターでおすすめですし、トップカーはトップカーでおすすめですし、このボンネットだけっていう選択もあれば、さっきのイージーエントリーキットっていうこともあるし、まあ、内装だけっていう選択もあって、まあ、いろんな選択肢がまあちょっとこの1台の中でも見れるんで、まあ、そういった意味でもまあ、ご紹介させていただきましたっていうところですかね、はい、もう何でもボンド大宮にご相談いただければ、ね、ボンド大宮はゲレンデの入庫がもうめちゃくちゃ増えてますんで、はい、ありがたいです。ありがとうございますまあいろいろご相談いただければ、はい、いろんなものがご提案できるんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いしま す, します。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast.